はい、MP チャンネルです。こちら車両ね、エンジンの異音が以前よりね出ておりまして、まあその異音がね多少でも小さくならないかということで今見ているところでございます。まあ予算もね限りがありますんで、まあできる範囲でということですが、まあ元々のね修理の入庫はこちらね、スタータークラッチの方がダメになってエンジンが始動しなくなったということでね入庫しまして、このクラッチもこれまあ持病ですけれどもね、でこちらの修理をしまして、でこちらの方からもね音が出ておりまして、カチャ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 ね、で本当はねここにギアがスプロケットがね装着されて、でこちらクランクの方とねチェーンでこのスターターのクラッチがつながっていて、まあエンジンが始動している間はねそのチェーンがこうねぐる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 回って、でここのねこのダンパーがもう崩壊して、このねギアが装着される部分もガッタガタでしたのでね、それでチェーンにブレが出て、ガチャ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 音が出ていたのもありまして、まあここを修理するだけでもね多少音が小さくなるんじゃないかなということで、まあこちらのねチェーンの音は収まりましたけれども、そうしてエンジンかけてみるとまた違うとこからね音が出ているんで、それもいうことね、でそちらの方がねまあ以前よりね気になってたのかと思いますけれども、こちらにもね同じようにね、クランクシャフトからカムチェーンを駆動しているチェーンをね、こう張りを調整するテンショナーとこうテンショナーのアジャスターね、こういうものがありますけれども、こう張りを自動でね調整しておりますが、チェーンの張りをね、でここへ装着されていたものを取り外してみますと、どうもなんかおかしいんですよね。でこう見てみますと、これ新品ですけれどもね、この先一本頭にこのゴムのダンパーがあるね、ダンパーのラバーがあるものがこちらはもうなくなっております。でこのスターターのクラッチ修理する際にねオイルパン取り外しますので、下の方からね分解していくんで、この先っぽのね脱落した部分も本当だったら出てくるはずなんですけど、多分ねオイルパン以前も外したような形跡がありまして、まあその時ね部品が出てきていると思われますので、今回のね分解では出てきませんでしたけれども、でこのねパッキン見ますとオレンジ色のパッキン塗ってあるんですよね。通常はねここはねこのようなねガスケットでねシールしてありますんで、液体パッキンは塗るようなことはないんですけど、多分ね一回分解してそっと地されたんでしょうね。そのそっと地するときにこのオレンジ色の液体パッキン塗られたのと思います。これはまあ車屋さんとかでねよく使われる液体パッキンですよね、オレンジ色、あのオイルパンとかに塗られる。でバイク屋さんであんまりこうオレンジ色のねガスケット使わないんです。なんで使わないかというと、こういったねエンジンがどうしてもバイクの場合ね露出しますので、こういったね合わせ面から、まあここはガスケット入ってますけどね、クランクケースですとかそういう合わせ面からこういったオレンジ色のパッキンがねぐにゅっと染み出ていますとね、どうもブサイクですからね。あと黒いクランクケースとかね、どうしてもエンジン自体もねデザインの一部になってますので、車のようにね隠れているところにありませんので、まあこのエンジンケースにあったね、シルバーの液体パッキンですとか黒色の液体パッキンありますので、そちらの方でねだいたいエンジン組み立てしますけれども、こちらの場合はオレンジ色の液体パッキンで組み立てられておりますので、まあ分解されたというのがねこれでも分かるかと思います。でまあその時にねこのテンショナー交換してくれてればいいと思うのですがね、まあ部品の調達も今こちらは川崎さんのバイクですけど、川崎さんもね部品の調達に時間がかかりますし、あとね部品のマージンですよね、利益自体ももうほぼほぼありませんので、もう多分ね見なかったことにいうことでそっとこれを戻されて、でまあ想像ですけれどもね、このカムチェーンから音が出ていて修理するにはカムチェーンね交換しなきゃいけないんで、そうしますとねクランクシャフトの方まで分解しなきゃいけないんで、もうエンジンをねこう脱着してクランクケースまでの分解となるとかなりの費用かかりますので、まあやめておいた方がいいのではないかなということでね、
伸び伸びになっていたものと思われます。でこうテンショナーもね、ここのゴムの部分がないね、おかげでもうこれ伸びきってしまって、もうこのバネがね役目してなかったですね。伸びきってしまっているんで、テンショナー自体ももう押さえが効かなくなっていて、でそれでこのカムチェーンからね音が出ていたようです。でこっちはね新品の、これ開けてみましょうね、この分飛び出しがなくなるんで、それは押さえも効かなくなるわいう話でね。でまあショックも吸収しないし、この金属部分が直接当たるのであまり良い状態とも言えませんよね。このね角が当たるようになるんで、ですが本来ですとまあカムチェーンの方も交換したいところですけれども、予算がありますので今回ねこのアジャスターのねロッドだけ交換してまあちょっと様子を見たいと思います。まあ以前分解した時もね原因はなんとなくつかめてたと思うのですけれども、まあそういったようにね部品の調達が今しにくかったりしますので、そのあたりもね、まあ、メーカーさんもねもうちょっと力を入れて補修部品等をね入手しやすい環境を作っていただけたらと思います。まあメーカーさんの方でもね直接部品を販売されてますけれども、やはり納期にね時間かかったり、まあ利益が全く出なかったりというのもありますので、利益の出ないことはやっぱりね商売としてはしたくないというのが心情でしょう。だからまあこういった修理はねディーラーさんの方に行ってくださいという話も多いのでしょうけれども、ディーラーさんの思うも部品がありませんですとかね、ちょっと今修理待ちがあってとかいうことで伸び伸びになって、まあ修理はねちょっと売り上げにならない部分もあるんで、あんまりやりたくないというのが本音でしょう。これテンションアジャスターのこのロッド取り外してみるとね、これシャフトが削ってあるんですよね、こうガリガリで、こうくるくる回してみると首振ってるんで、多分どうもこう曲がってるような気がするんですよね。なんで曲がったかっていうの、まあ組み間違い、こっちはロックが取り外さずにこのまま無理やり組んで曲がってしまったか、まあ以前分解した時に何かあったんでしょうねこれね。まあそんな高いもんでもないんでね、このロッドを変えれば問題ないとは思うんですけれども、中身はこのようにこう結構下の方まで削ってありますよね。こんな風になっておりましたよこれ。